まあ、全く夢がなかったんで、なんかそれで美容師にたどり着いたって感じですね。めちゃくちゃ極論なんですけど、会社に入りたくないみたいな。でなんか好きなことってなんかずっとパーマとかカラーとかしてたんで、まあ、カッコつけたい仕事、カッコつけれる仕事したいなみたいな。めちゃくちゃシンプルにモテたいとか、結構不純な動機っす。僕高校出て関空で働いてたんですよ。実はずっと美容師になりたかったんで、切ってもらってるお兄ちゃんに俺も美容師やりたいんすよねって言って始まりっすね。通信とかあるよみたいな、俺が教えてあげるよみたいな。それ二十歳っすね。19っすね。就職したのが、まあ、地元で10店舗ぐらいある結構デカめの店で、そこで24ぐらいまで修行させてもらって、で結構その頃からなんかブラザーズに普通に客やったんで、僕オープンしてすぐ行って影響されて入りたいみたいな。最初お客さんで原宿店の健一さんに切ってもらってて、勇気振り絞って入りたいですみたいなアピってたんですけど、お前まだガキだしダメだよみたいなずっと言われてて、まあ、しかも大阪じゃんみたいな、大阪から言ってても入れないようちはみたいな言われたんで、まあ、ちょっとムカついて、それで火ついて、じゃあ東京行ってやろうみたいな上京しました。25で結構遅いですけど、25なんでの時にご縁があって、代表とじゃあ大阪店作ってみるみたいな、やってみないみたいなお誘いをいただいたんで、もう二つ返事に頑張りますということで、オープンから入らせてもらってますね。2人の出会い出会いはお店が店ですね。昔働いてた会社のお店に立ってた時に来てくれてたのが最初の出会いじゃないですかね。高3っすよね。高 3？ え、俺高3っすよね。でも11年前っす。もう11年も経つんだ。そうっす。まあまあやばい。髪切ってんのもでも何年前？見習いの時なんで僕が。5、6年？いやもっと。もっと？多分22とか3ぐらいっす。わなびの最初でしょ。なるほど。名前の印象、まあ、ジャニーズみたいな綺麗な顔だなって思ったぐらいですかね。それめっちゃ嫌っすなんか当時はまだタトゥーも入ってなくて、お互いで二人とも痩せてたっすねなんか一番大阪で成功してほしいなって思ってる先輩、めちゃくちゃいいこと言うな。いやいやいや、僕なんかはパワちゃんがまあこの高校生の頃から見てるわけなんで、日常でブラザーズに入りたいですって言ってこう東京に出てったりとかしてるところとかもまあ間近でずっと見守ったりしてたんで、ね、この大阪の店長マネージャーっていう職に就いてる彼を見るといろいろ思うことがありますよね入る前はなんか普通にね、こう美容師を頑張ってる子だなっていうイメージだったんですけど、ミスターブラザーズに入ってからはなんかちょっと看板を背負ったなというか、なんか根本的にその思考回路が変わったというか、もうなんか背負ってるものがあるっていう感覚でなんか仕事してるんじゃないかなっていうのはすごい感じてます。そうですね。だからなんか顔つきもやっぱ変わったし、なんかちょっとした喋り方だったり、めちゃくちゃたまに真面目な話もするんですけども、なんかそういう時とかにもやっぱ出てくる会話の内容とかが結構仕事の話とかもすごい多かったりするので。そうですね。それはすごい感じますね。もうまるで別人なんじゃないかなっていうぐらい変わったと思います。本当にいい意味で。ありがたいですね。そう思ってもらってるな。まあ今 YouTube 的に言ってるので YouTube 的にね、うん
基本なんか人間が硬いっていうか、まあなんか性格がもうめちゃくちゃ男なんですよ、ね、母ちゃんって。こう硬い人間っていうか、そのいい意味で、いい意味でこう変化することを嫌うようなタイプというか、ふにゃふにゃしてないところが基本的に好きなところなんですけど、まあ仕事面でもこうなんか先輩が来たらもう絶対にどんな状況でも一緒にまあアテンドしたり朝まで付き合ったりとか、縦社会の姿勢を大事にしているところが、まあ本当にいろんな人に可愛がられる部分なんじゃないかなっていうのがすごいありますね。カットのことは僕は全然技術面とかは全く分かんないんで、確かに、はい、あんまり何も言えないです。なんかめっちゃ当たり前なんですけど、例えばですけど、有名人が来た、芸能人が来た、だからなんか 100% 出そうじゃなくて、当たり前やろと思われるんですけど、普通に中学生が来ても芸能人が来てもカットのクオリティは正直全く一緒ですね。誰に気合い入れるとかもないし、だからなんか友達やから適当にとか早くとかそういうのあんまり好きじゃないんでしないです絶対。逆に張り切って着るとかもあんまりできないし、一緒のテンションでやりたいなと思ってるし、ね、嘘ついてると思います。今の嘘ついてないです。嘘ついてないし適当や俺。めちゃめちゃちゃんとやってるっすよ。僕が入った時の先輩たちってなんか全員がスターみたいな輝いてたんで、そこがやっぱブラザーズの一番の魅力だったんで、なんかこれから後輩も決まって入ってきて、僕の中ではなんかそのこうなりたいみたいな思わせれるような、まあ、店長として、まあ、大阪を背負っていけるように、まあ、個人のブランディングはしっかりして持っていきたいです。僕はあの大阪生まれで大阪育ちで、なんかせっかくこの南堀江店がもう4年もさせていただもらってるんで、町の看板じゃないですけどっていうのがなんか自分の中で一番かっこいいバーバーかなと思ってるんで、もちろん他にかっこいいバーバーの人も先輩もいっぱいおるんですけど、まあ、なんかそれ負けないぐらいのブランディングをしっかりしていきたいなと思ってるんです。なんか拠点は大阪でしっかりお店今も2店舗あるんで、中崎と堀江で頭に張れるように まず後輩たちを教育して、でもやっぱ上の人って何かひたすらかまし続けてないと尊敬できないし、なんかそれを全部しっかりリードしていってあげれるような、まあ、そのためにいろんなとこで刺激もらって仲間たちと上がっていけるように今やってます。